初めてだね。高1の時に練習つらいのは聞いてたけど、それ以外のあれは覚悟が知らなかったから、初めてやめたいって思ったね。サッカー以外が本当に地獄だと思った。じゃあ実際自分が3年の時に下の2人とかあれしたんですか。一個下のやつとかは多分そんなにビビってない俺には。ねえ、キリ君、キリ君って言われてたし、だから、まあ、あんまりなんかビビられてるって感じじゃないかな。落第しないでな。だってテストの点低いじゃん。選手権は多分、え、ちょ待って、学校の問題になる。選手権は1点5点とくれたの。選手権で1点取ったら5点やるって言われてる。